できる？すごい。今回はホテル紹介したいと思います。泊まった場所はプリンスワイキキです。ワイキキ中心部からは徒歩20分くらいかかるんですが、アラモアナショッピングセンターまでは徒歩5分という立地になります。ホテルの中にはコンビニみたいな買い物するところもありますし、お土産ショップもあるし、コーヒーのショップもあるし、普通にレストランもあったり、まあ、ちょっと飲み屋っぽいところも奥にあったり、 ATM もあったりするので、すごいこのホテルだけで完結できます。外見える見える見える、そうなんですよ。しかも11階バリアフリールームでありますように、ちゃんと。あ、左です。左の一番端っぽいの、なんか端ってなるとバリアフリールームっぽい。やっぱスペースがちょっと広くなるから、日本でも恥多いですよ。はい、撮りました。ではお部屋に入っていきたいと思います。穴が2つありますね、はい、お、扉も軽い。ちょっと荷物が、あ、大丈夫そう、はい、よいしょ、はい、あ、差し込まなくて、あのお風呂じゃないけど、シャワー、備え付け、あ、そのまま行きましょう、やりましょう。備え付け椅子ですよ。あ、違う、普通の電子で、あ、そう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 、あ、これ超いい。あの、下げてほしいんだ、このシャワーヘッド。バリアフリールームはこんな感じです。多分大体のあのハワイのホテルの作りは似たようなバリアフリールームだと思います。お部屋もうハーバービューでめちゃくちゃ最高です。ベッドの高さ、ここここです。日本だとこの同じくらいだけど、ここだから結構高い。これ布団多分めくっても、でもここです、ここだ、うん、頑張ります。でも映れる映れますか？いや、まあまあ頑張れば映れると思います。今回こちらのお宿3泊で17万円でした。まあ、ハーバービューが良かったのでちょっと値段が上がりましたし、バリアフリールームがある場所っていうのもあったので、まあここになりましたけど、でも本来であれば3人で割れるので、もし3人で割れたら3泊で5万円、すごいお手頃なお値段だと思います。ハンガーも取りやすい位置にあるのと、オリジナルのボトルをもらえて、ウォーターサーバーがホテル内にあったので、お水に困らないのも良かったです。やってる、うん、やってる、みんな飛んでる。パラセーリング私やったことあるんだけど、私もグアムでやりましたよ。あった、入りたい。まあ、せっかくなんでプールに入ろうということで、さっき窓から見えたプールにやってきました。今回一人旅ではあるんですけど、ハワイ在住の塩沢さんっていうお友達がいるので、そのお友達と一緒に撮影お願いしながらプールに入りたいと思います。このプールサイドにあるこのやつ使ってみたかったのよ、本当。でもなんかハワイのホテルは結構あるらしい、これを置くことが決められてるってわけじゃないけど、あるらしいので、別にここが特別っていうわけではないみたいです。で、これ使いたいからっていうのをスタッフさんに言ったら、じゃあエンジニアさん呼ぶので待っててくださいねって言われて待ってました。10分20分くらい待てど暮らせど、全然エンジニアさんが来ない。ハワイタイムなんだなって思いながら、まあゆっくりしてましたが、本当に来なかったので、もう近くにいるあのイケメンの男性にお願いをして抱っこして入れてもらいました。全然見えない。 Thank you。 大丈夫だった？大丈夫、軽いって言ってくれた。よかったね。あ、気持ちいい。
しい。よかった。お腹へこんでるように見えます？すごいお腹へこんでるように見える。 ただ全然本当のこと言って逆光で見えない。逆さま向く。それでも見えないな。感想言ってください。感想あ、どうか。気持ちいい。気持ちいい。結構ここ深いですね。深いの。そうなの。見えないな。適当に撮っててもらう。取れてるかどうか。よいしょ。イエーイ。素敵。楽しいね。楽しい。気持ちいい。でも顔のことを考えるとこっちのがいいんじゃない？うん。もういいとこ使って。わかりました。大丈夫。気持ちいい。気持ちいい。なんかやっぱ海外に来た時の方がプール入る率がありますね。そうなんだ。まあ、日本でプールって。まあ、ホテルそもそもまあ泊まんないからホテルのプールを使うこともないですけど、うん、あんまりこういうのない。あ、そうだよね、うん、でプールに行くまでが結構バリアフルだったりするので。あ、そうか。前ハイアット六本木の泊まりましたけど、うん、なんかこういうプールっていうよりはどっちかというとガチ泳ぐプールの方で。あ、でも行くまで結構大変だった。友達行ったからなんとかなりましたけど。そっか、そういうのあるね。車椅子になって初めて入ったのはクアラルンプールのホテルのプールで、うん、友達から抱っこしてもらって入ったんですよね。ちなみに今回はどうやって入ったんでしょうか？今回はなんか素敵な男性から抱っこしてもらって入りました。で、入ってたらやっとスタッフさんが来て、今度はなんかこの移動式タイプを持ってきたんですよね。だからまあ上がるときは上がる方が大変だから、じゃあこれ使って上がってみるかっていうことで、これ使って上がる挑戦を今度皆さんにぜひ見ていただきたい。うわ、足が伸びてる。うわぁ、着いた。え、着いたらどうなんの？わかんない。まずこの子が入るまで。もう終わり。ここまで上がるんだ。できる？すごい。She said she's scared.頼んであげようか。すごい。できた。大丈夫だよ。見えない見えない。あ、じゃあちょっと待って。OK? Ready?お待ちください。ちょっとトラブっております。でもなんか重度の人はこれでこう入ってるだけでも気持ちいいかもしれない、ね、あ、そうだね。そうで、わざわざ中に入らない、まあ、でも浮力があるから入っても、
うん、今ねラインをチェックしてますなぜかね、乗ったらね、動かないってなって持ち上がらないってなったんですよ。え、もう老いが重いのかって思ったけど、もう結局何してもダメだったから、もうまた抱っこしようっていうことになって、さっき入れてくれたお父さんがまた抱っこして私をあげてくれました。もうウケる、さすが海外だなっていう感じです。Thank you. Thank you. Thank you. はい、感想はいかがでしたでしょうか。まあ、うん、きっと私じゃない時は動いてるんだって思いますが、でも海外の人はやっぱり抱っこして助けてくれるから、機械なんか使わずに遠慮なくお願いした方がいいと思います。はい、そうですね。ホテルの予約方法を説明します。まずは普通に好きなホテルを選びます。で、その中からまず公式ホームページに行って、まあ客室とか、あとは Q&A みたいなところでバリアフリー情報があるかどうか、お部屋があるかどうかを探します。ハワイであれば大体が日本語対応しているホームページがあるので、多分安心だと思いますし、検索するにあたって、バリアフリーって日本語だと思ってもらって、日本語の造語だったりするので、アクセシブルっていう風に検索した方がいいと思います。ホテルにバリアフリールームがあることを確認したら、予約サイトからまず部屋を予約します。予約サイトはどこでもいいと思うんですけど、メッセージをやり取りできるサイトの方がおすすめです。で、今回はブッキング .com が価格的にも一番安かったので、booking.com を使って予約をしました。メッセージで、私は車椅子ユーザーなので、そのアクセシブルルームに変えてほしいということを伝えて、で、大丈夫ですよ、変えますよっていう連絡が来て予約が取れたという感じになりますね。で、ハワイだと国際電話料金にならない日本語対応の電話番号があったりするので、まあ不安な人はメッセージプラス電話で確認した方がいいと思います。英語が苦手な方、できない方はコンシェルジュ付きのホテルを選ぶことを私はお勧めします。コンシェルジュの方は、まあ、ある程度日本語ができる人も多かったりするので、何か困った時は助けてくれます。なので、少しお値段は安いホテルは気持ち高くなったりしますけど、安心して旅行ができる一つのポイントかなと思います。